スタートマッシュご協力ありがとうございます。さて、お手ですね。それでは行きましょう。第4ヒートスタートいたします。GT ガスの第4ヒートレースのスタートが切りました。さあ、当初が発売予定のスペロフィアサイズの本格ラジコンカーミニッツ。本日ですね、こちらのラジコンカーを使って全国大会イベントを開催しております。ミニッツカップ2012開幕戦会の本体と横浜大会をですね、総勢昨日と本日合わせてですね、196名の選手が全国各地から集まっております。本年度はですね、この後8月に大阪大会、そして12月に愛知大会、本年度3地区に加え、本年度から全国各地のミニッツサーキット公認ショップにおきまして地元カップを開催。来年度の2月の全国大会ですね、一同が集結して、レースの方を行っていきます。こちらのミニッツサーキットで、ぜひご興味の方がいらっしゃいましたら、成長者をホームページの方で聞いてください。またですね、今走っているラジコンカー、ぜひ走っていただいている方がいらっしゃいましたら、メインステージ左で、無料体験コースの方でも、ね、体験を行っていますので、ぜひその方でもお確認ください。さあ、レースの方は残り45秒となっております。ただ、4人です。代表キーとのレースの方進行しております。川崎には小川選手が勝って、2番手から出ているのは原選手。3番手に川崎、1番市川選手、4番手3コース古賀選手、5番手4コース高村選手のオーダー。総合時間残り20秒。残り時間10秒です。小川選手は現在10周目。さあ、これで約6秒残して11周目の小川選手、コース中央を走る1人の人ですね。2コース、1コース、3コースがゴールです。2コース、1コース、3コースゴール、5コースゴール、4コースゴールで全車ゴールです。トップゴールは田中、今小川選手11周目、2分4秒85秒という選手です。